コント白だとね、ちょっと体育教師が来てそうなんじゃないかなーか。ドープがばりです。今回紹介する商品はこちらです。リーボックのナイロンジャケットです。それでは取り出してみたいと思います。おお、ドープっすね。ベクターロゴのナイロンジャケットです。緑で、ラインがこう黒と白のラインが入ってる感じっすね。ナイロンじゃないのかな、これ。ナイキのと違ってシャリシャリしてない素材ですね。サイズは 2XO です。で、一番大きいサイズですね。で、価格が、9480円プラス税になりますね。では早速試着してみたいと思います。ギリギリ着れる感じっすね。着てみるとこんな感じですね。あの前に買ったナイキの やつよりはあの丈は若干長めな気がします。ちょっとやっぱ小さめっすね、サイズは。こんな感じで、まあ下に七分のロンティーとあと無地の黒い T シャツ着てんすけど、それで着れば七分のロンティーと T シャツで着れば着れるというか、まあチャック閉めなきゃ普通に着れるっすね。チャックがね、その状態で着ると、まあ、ギリギリこう普通にジャストサイズすぎる感、はい。まあ、日本企画だからちっちゃめっすね。ちっちゃめというか、まあ俺がでかいのもあるんですけど、そうっすね、はい。こんな感じっすかね。パーカーを下に着てこのナイロンジャケット着たらアウトですね。ちっちゃくて着れないし、超かっけえ。かっけくないっすかこれ。めっちゃかっけで、僕は緑が良かったから緑を買いました。今調子いいらしいですね、このベクターロゴ自体が。それでバカ売れしてるみたいなんですけど、リーボックオンライン見ると 2XL までまだあったんで、オンラインでも買えますし、店頭にも多分まだあのリーボック原宿かなにあったんで、まあ普通に買えるものだと思います。でナイキのナイロンより安いっす。1000円ぐらい安いかな。1000円か2000円ぐらい安くて、ただサイズ感はナイキのよりちょっとちっちゃめな気がしますね。欲を言うとね、ここが白だとね、あの汚れちゃうから銀とかの方が良かったのかなとは若干思ったんですけど、まあ、袖とかにね白が入ってなかったんで良かったかなとは思います。他にもね、紺白もかっこよかったんだけど、紺白に赤が入ってればもっとかっこよかったんですけど、トリコロールっぽくて、ただ紺と白だけだったんで、なんかちょっとね、紺と白だとね、ちょっと体育教師が着てそうなんじゃないかなー感があったんで、これすげえかっけえっすね。まあこれからね、ちょっとまあ暖かくなってくるんで、まあロンティーとか T シャツの上に1枚こう羽織る分には使えんのかな。古着とかでもね、リーボックのナイロンが調子よくて1万以上で取引されてんのかな、高いやつとかだと。まあ物にもよるんですけど、新品で1万円だったらまあ定価なので、まあ仕方ないかな。バッグもね、ベクターロゴがボーンって入ってたらかっこいいとは思ったんですけど、バッグは何も入ってないですね。ということでリーボックのジャケット紹介させていただきました。以上です。